それでは2017弥生賞を見ていただきます。中山芝 2000m 内回りのコースになります。出走予定している有力馬からご紹介させていただきます。ブレスジャーニー、コマノインパルス、カデナ、ダイワキャグニー、ランビュライト、グローブシアター、こういったメンバーが出走予定しています。中でも注目はブレスジャーニーではないでしょうか。東京の未勝利戦を勝ち上がった後、重賞サウジアラビアロイヤルカップを1着、さらには続いてトースポ杯2歳ステークスも1着と重賞を2連勝中です。ただし現在は出費が未定となっておりますので、出走してまいりますと中山初めての右回りコースでの出走となります。どのようなレースをしてくれるか注目の一頭となります。続いてはコマノインパルス、 2000m を中心に使われている馬になります。東京の新馬戦を1着の後、中山の 2000m ハボタン賞ではレイデオーロの2着、その後年明けの京成杯で重賞初制覇1着となっています。今回も同じ中山芝 2000m となりますので注目の一頭ではないでしょうか。続いてはカデナ、この馬も 2000m は経験済みになります。新馬戦を、阪神で勝ち上がりました後、東京の 2000m 100日走特別を2着、続いて京都2歳ステークスに挑みまして見事1着となっております。今回は休み明けのレースとなりますので、どの程度の、仕上がりを見せているか、気になるところであります。続いてはダイワキャグニー、現在新馬戦それから500万のセントポリア賞と2連勝中です。ともに東京の芝 1800m でのレースとなります。今回は初めての中山コースでの出走となります。3連勝するようになりますと、今回、かなり注目の一頭になってくるのではないでしょうか。続いては1勝馬になりますがダンビュライト、サウジアラビアロイヤルカップではブレスジャーニーの2着、さらに年明けキサラギ賞ではアメリカズカップの3着と重賞戦線でも好走しています。賞金的にですね、やはりクラシックに出るためにはここでも好走しておきたいところになります。最後に同じ1勝馬のグローブシアター、こちらは新馬戦1着の後に挑みましたホープフルステークスで3着、この時は勝ち馬がレイデオロです。同じ中山芝 2000m となりますので、やはりここでも有力な一頭ではないでしょうか。今回も有力な、メンバーが揃ったレースとなります。それでは先生、解説をお願いいたします。はい、それでは私の方から話していきます。このレースは何と言ってもですね、まずは内枠ですね。はい、もう過去も見ていきましても、穴を開けている馬に関しましてはほとんど内枠の馬ですね。まあ、昨年もマカヒキ、リオンディーズ、この1番人気、2番人気の馬は外目の枠でしたけれども、5着以内で見てみますともうほとんど内枠の馬でしたし、もう過去10年ぐらい遡ってもほとんどまあ5番ゲート以内の馬がですね、だいたい1着から3着までの間に2頭ぐらいはもうほぼ来ていますしね。2010年に関しましては1番ゲート、3番ゲート、2番ゲートの1、2、3着。だいたい重賞レース5年間通してみましても1、2、3番ゲートで1、2、3着、こういった着順が出てしまうようなレースに関しましては必ずもう内枠から見ていくっていうのがこう鉄則になりますので、この弥生賞に関しては特に内枠ということで枠順を見ていく必要があると思います。はい、血統面に関して言いますと、やはり冬場のネオユニバース産駒、まあ、これは中山の重賞では非常にこう強い産駒なんですけれども、より顕著にこのネオユニバース産駒の成績が出ていますね。あとはまあディープ産駒がどうしてもこうこの時期ですから、人気になるんですけれども、まあディープ産駒に関しましては、意外とその、東京の2000ですとか 2400m、 また京都の外回りですとか、そういったレースに強い切れるディープ産駒ではなく、いわゆるちょっとその根幹距離のチャンピオンレースから外れたようなディープインパクト産駒、あまり人気にならないような、ディープインパクト産駒、こういった馬をですね、拾っていく必要があるかと思います。はい、あとはこの中山の芝の 2000m なので、やはり 2000m という距離で、追ってみますと出走馬の中で過去長い距離を使ってきた馬、こういった馬が人気になる傾向があるんですけれども、穴を開ける馬に関しましては
まだ 2000m の経験がないですとか、わりかしマイルぐらいのレースを経験してきて、あまり人気にならず、まだレース出走してないだけで、適性があるにもかかわらず、人気になっていないような馬、1600m、1800m 以下を中心に使われてきたような馬、こういった馬が距離を不安視されて、人気の盲点になっているところ、ここら辺も見ておきたいですね。はい、まあ、あとは逆にですね、2000m を使われてきているのであれば、これはもう中山、阪神、こういった急坂の経験をしている馬が、優位になっている傾向が出ています。京都ですとか、東京競馬場の方で 2000m 以上で実績がある馬よりはですね、中山阪神の 2000m、ここら辺で、連帯ですとか、穴を開けての激走、そういった、過去に経験している馬、こういった馬にも注目しておく必要があると思います。逆に中山阪神の 2000m ぐらいで、構想できていない馬、こういった馬に関しては、割り引いていいと思います。はい、あとは同じ条件の中山芝 2000m で行われる京成杯とのリンクになるんですけれども、やはり3月ということで、もう目の前に皐月賞、そしてダービーというところをめがけて出走してきている、いわゆるクラシックをめがけてきた有力馬、こういった馬がね、弥生賞は出てきます。それに対して京成杯は、まだ冬場の1月ということで、なかなか、有力馬が出走していない、まあ、ちょっとこうレベルが低いのかなというような重賞レースですから、この京成杯で、構想してきた馬に関しましては、同条件がゆえに、人気になることも多いんですけれども、メンバーレベルは、低いというようなことで、割り引いて見ておく必要があると思います。まあ、いずれにしましても、非常にこう枠順が重要なレースですから、出走頭数が多くなって、できるだけ枠の有利の恩恵が出るような、頭数が揃えばいいなと思っていました。はい、現時点での注目馬ということで、一頭推奨したいと思います。この馬に関しましては、まあ、馬柱を見るとですね、今話してきたような、条件に、だいぶこう該当していますし、ここも内枠に入れば非常に面白い一頭になると思っています。この馬を注目馬として挙げたいと思います。私からは以上です。はい、現時点での注目馬は無料メルマガで配信します。まだご利用登録をされていない方は YouTube の動画説明文の先頭にリンクを貼ってあります。そちらからご登録ください。無料メルマガでは週末になりますと弥生賞出走馬の全馬診断を行います。さらに今年からスタートした新企画、軸鉄板馬も無料でご覧いただけます。無料メルマガまだの方はぜひ登録して無料情報をゲットしてください。なお最終決断につきましては有料重賞メルマガにでの、配信となります。有料重賞メルマガをご希望の方は同じく YouTube の動画説明文の中にリンクを貼ってありますので、そちらからお申し込みください。なお3月は G1 高松宮記念を含む全14レースをですね、提供予定となっております。ぜひご注目ください。それでは2017弥生賞を見ていただきました。失礼いたします。